あとゲームもやりたい。ドキドキ文芸部、ドキドキ文芸部やってんだけどさ、やってんだけどさ、時やったんだけどさ、なんかちょ普通にさ、ドキドキ文芸部ホラーって聞いてたからさ、なんか普通にほっこりしちまってよ。なんか全然怖くねえんだあれ。もっと後から怖くなってくるのかな。さよりちゃんだったかな。さよりちゃんがさ、だいぶなんだろうな、可愛いのよ。だいぶ可愛いのさよりちゃんが。なんかお前俺のこと全肯定してくれるじゃねえかよみたいなさ。なんか前回詩を書くみたいなさ、そういうところで終わったんだけどさ、詩を書くみたいなさ。でさ、なんかもう変な詩を書いたわけ。でさ、ね、部員が4人よ。そのドキドキ文芸部ってさ、部員が4人いて、その文芸部のね、部員が。で、俺を含めると5人なんだけど、部員のね、1人がね、あの3人、その3人、3人その部で会った人で、1人が幼なじみの女の子なんだけど、その、他の3人にさ、詩をボロクソに言われてさ、いや、まあいいと思うよ、みたいな。そういう詩もありだよね、みたいな。そう、っていう言われてさ、うわー、みたいな。まあ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 、しゃあねえなーって思ってたんだけどさ、最後にさ、幼馴染のところにね、詩を見せに行くのよ。すいません、つって、どうぞ、つって、見てください、つって。で、見るやん、幼馴染が。いいね、私好きだと思う。でもやっぱり、その、節目のことをよく知ってるから、やっぱりこういう詩を見るといい、いいって思うのかな、みたいなこと言い始めてさ、そいつが、え、こいつめっちゃいい子やん、と思って。こいつめっちゃいい子やん、と思って。俺、さより推しだわ、ドキドキ文芸部の。さよりになら、俺多分、あれ、なんかサイコホラーって聞いてたからさ、なんかあの、腹かさばかれてもいいわ、さよりに。あの、腹かさばかれて、私と主人公くんは一緒の人だよ、みたいな。これで一つだよ、みたいなこと言われても、まあまあ許せるかな、みたいな。そういうぐらいだったよね。気持ち的にはね、いいよ、お前に食われていいわみたいな、お前に体の肉を食われてもいいわみたいな、そんな感じだったね。ああいう幼馴染が欲しかったわ。誰か俺のドキドキ文芸を見てくれ、その前回のやつは。それなりに話したはず。たださ、やっぱゲームやるとさ、俺あんまりさ、あんまりおもろないわ、残念ながら。それ分かった。自分でさ、やりながらさ、おもろねえなと思いながらさ、そのドキドキ文芸部が面白くないわけじゃないよ。俺がね、俺がコンテンツとして成立させれてねえなっていう、そこはね、すごく力、力量不足を感じましたね。頑張っていきたいところ。何なんだろうな、なんでこんな、なんだろうな、喋れねえんだろうな。ゲームに集中しちゃうのかな、俺。ゲームをやるとさ、ゲームやってない時の方がさ、なんかだいぶ喋れたような気がする。なんでだろうな、もうやっぱ、なんでだろうな、なんでかわからんわ。やっちゃい、硬いな、さすがに硬いな、俺。